中国の新しい外相に就任した王毅氏が尖閣問題などに対して強硬姿勢を維持する方針を表明しました王外相は中国外務省のホームページ上で国家の主権、安全と発展する利益を固く守ると強調しました日本など周辺国との領土をめぐる摩擦が拡大する中強硬姿勢を維持する方針を示したものとみられます。 中国切手の日本通である王岸の外相就任で日中関係の改善に期待感が出ていますが親日派だと受け止められないよう厳しい態度で臨むとの懸念も出ています一方で王外相は各国との友好協力関係を発展させ持続的で平和な世界を建設するために努力していきたいとも記していて国外に広がる中国脅威論を払拭する意図があるとみられます